とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備、使っていきたいと思います。これ、スイフトストライカーです。新しく出てきた、新装備になるんだけども、スキルを見てみましょう。気づかれてない敵に対して追加ダメージを与える。そして、時々2回ヒットする。だね。どうなの？どうなんだろうね。まあ、影化からの攻撃が、ダメージアップっていう感じだよね。どうでしょうか。で、黄金スキルで、火属性だな。モブを炎上させる。火属性がついてます。とりあえず入手したやつなので、エンチャントが、ちょっと微妙。結構ね、あれなのよ。手数が多い攻撃になるんで、輝きに向いてるので、輝きが欲しい。でも、ここで輝きを入れちゃうと、火力スキルが全くないんで、辛そう。ということで、リフレッシュ、できます。リフレッシュと、弱体化。で、奈落の攻撃。だね。ダメージはこんな感じです。まあ、ぼちぼちかな。じゃあ、古代狩り。頑張っていってみましょう。それでは行ってみましょう。80% ぐらいだね。お！チェスト14。シークレット2。これは、いい感じかも。さあ、敵倒せるかだよね、問題は。なんか平凡。お、いきなり？いきなりか？おお！いきなりだ。倒せる？集中砲火？あ、じゃないな、ここは。古代の強化。おい！いや、きついな。ちょっと待って、マジできつい。この火力はないわ。ほんと。あ、きつい。これ近づけない。ちょっと待って。これ、ポーションバリア張っていかないと、ちょっと無理だ。全然だわ。いけ。よし。もうちょっと。おっしゃー。ああ、きつい。これはきついな。多分ね、使い方がね、あるんだわ、これ。影化をね、特化した装備がなんか今回、これが目玉なのかな。影化特化っていうのが。それをちょっと今から探っていかなきゃいけないか。まあまあ、それにしても、今、つけてる、この、武器の、エンチャンとか。あれはね、全然弱いんで、エンチャは、もう全然変えていかないといけませんね。いやー、戦いにくい。やば。マジで戦いにくい。あー、もう、きつ。きつい。やっぱリーチが短いから、重力欲しいね。重力がないと、ちょっと、戦いにくい。これはやばいぞ。ここかー！きついな。で、勇者のアーマーに変えました。ちょっと、無限ポーションバリアでいかないと、とてもじゃないけど、無理。むちゃくちゃきつい。よし。起き上がったな。来い。おっしゃ。減らせない。全然減らせない。マジか。全然減らせない。火力が全然足りないぞ。いけ。よっしゃ。あ、もう無理無理無理。無理だわ。きつい。お、もう一体、来ましたね。魔法使いかな？
いけるよね。いくぞ。きつい。きつい。ちょっと待って。これは、こいつはきつい。これはきつい。ちょっと待って。まず、魔法使い以外を、弓で、いや、これ無理だわ。無理。とてもじゃないけど減らせないもん。いや、これはきついって。本当に。これむちゃくちゃ無理ゲーじゃない？ちょっと待て。待てよ。よし。いけ。おっしゃ、倒した。おっしゃ。お前らは無理だ。こいつらは無理だ。ああ。いや、なんとか言ってやる。もう、ええ加減しとけよ、お前ら。減らせないね、しかし。しかし、火力ないなぁ。よし。あと、一体だけ。よし。行くぞ。よし。ああ、やっぱりこれ、勇者の方がいいな。なんか道中こっちが安定したから変えたけど、やっぱ勇者がいいわ。あ、よし、終わった。あぶねえ。マジできつかったっす。マジできつかったよ。とりあえず、あ、そうか、危ない。幸運をつけてからだね。まず、ここ見ましょう。とりあえずね。お！違う。これは普通のやつだ。普通のやつ。これのユニークはもう持ってます。黒曜石、クレイモア、バトルスタッフ、いらない。愛のスペル棒も、いらないよね。いらないね。骨コンボとハイランド。いらないね。はい。まあ、とりあえず、クリアはできたけども、とてもじゃないけど使えない。無理。無理です。なんだろうな。多分、これに合った弓と防具があると思うのよ。あと、アーティファクトか。今の状態ではね、ちょっとわからない。わかんない。し、エンチャントもね、多分良くないんだわ。良くない。リフレッシュ入れたけども、敵の殲滅力がないから、あんまりね、発揮できてないからね。それなら、輝きを入れた方がいいし、まあ、とにかく、スイフトストライカー、わかりません、これ。強いかどうか。わからない。まあ、初見使ってみた感じは、弱い。ラストラーフぐらい弱いかな。まあ、今後、使い方が分かってくるかもしれないけども、今のところは、まあ、使わない装備かと思います。はい。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。